あ どうも、さがらごうちです。今日はですね、えー、私大好きスイッチボットから新製品が登場しましたので、皆さんにご紹介しようと思います。もうそれがですね、えー、早速置いてありますけれども、こちらですね、スイッチボット学習リモコンでございます。もうこちらのリモコンですね、一言で言うと、もう様々なスマート家電をこう一括でですね、えー、操作できますというリモコンになっておりまして、スマート家電以外にも、えー、赤外線式のリモコンであったりですとか、それから自分で設定したこう電気を一括で消すだったりとか、リモートワークを 開始するだったりとかそういったですねシーンに合わせた設定も一発で読み込んで起動させることができるリモコンとなってまして、まあ、まさにですねこれ1個あればもう家中の家電をですね一括で操作できるという夢のようなリモコンですそして、えー、後ほど詳しくご説明しますけれども実はマターに対応していましてですねこういったマターに対応したハブ2ですとかスイッチボットハブミニを用いることによって世界初のですねまた対応リモコンとしても使えますまあ、これどういうことかと言いますとあのスイッチボット製品以外もですね、えー、この画 学習リモコンをを使って一括操作をできるこことととになりまますすいいうででございますでは、まずですね、えー、ちょっとデザインから見ていければと思いますけれども、こちらが、えー、リモコン本体となっておりまして、まあ、このようにね、えー、ボタンがたくさんついてます。操作性もですね、えー、とても良くて、まあ、外観はですね、このようなあのスイッチボットのカラーリングを用いて、とてもあの可愛らしいデザインかなと思いますけれども、非常にですね、あの握りやすい形状をしてるんですよね。それでいて、あのテレビのリモコンよりもコンパクトなのに、複数のデバイスを一括操作できるということで、もちろんあのテレビ のの操作もも全ボタンンンンでででできまますすココパクトでめちゃくちゃゃく便利でデザイいいいというリモコンになってますそして、こちらですね。2.4インチの液晶画面もついておりまして、これかなりですね、見やすいですし、綺麗です。そして、このカスタムボタン、4つあるんですけれども、この黒いボタンですね。スマホのショートカットキーみたいに対応するデバイスの詳細メニューをですね、こうやって一発で呼び出すことができます。それから各種ボタンはですね、かなり大きくて押しやすいようになっています。で、こちらですね、これホイールボタンでございまして、 実はこのようになぞるだけで操作ができてしまうということで、選択がね、非常に楽ですね。まあ私、あの、スイッチごとデバイスとかスマート家電たくさん使ってるので、公園でね、一覧からこう呼び起こすわけですけれども、操作がね、とってもスムーズで、ストレスなくえー使うことができるリモコンです。そして、持ち心地がいいという話もしたんですけれども、実はね、こうちょっとマットなえ質感でございまして、とてもですね、触り心地もいいんですよね。なので、あの、デザインはね、もちろん可愛らしくてね、素敵なリモコンでございますけれども、持ちやすくてかつ、触り心地も良くて、 機能も優れているという、まさにですね、えー、理想のリモコンかなと思います。 では、えー、実際の使い方なんですけれども、まずは、えー、スマートフォンのスイッチボットアプリにですね、この学習リモコンを登録します。するとまあ、こんな感じでですね、学習リモコン、えー、スイッチボットアプリに登場するんですけれども、ここをタップしますとですね、皆さんがお持ちの、えー、デバイスを管理する画面に移ります。それで、えー、デバイス管理のところを押しますと、まあ、このようにすで、えー、に追加してあるスマートデバイスをこの学習リモコンに追加する画面があります。試しにですね、えー、これ追加してみますけれども、こんな感じですぐにですね、学習リ リモコンにスマートデバイスを登録することができましたするとまあ先ほど登録したこのスマートライトというものがですねすで、えー、に学習リモコンに登録されているようになってます あとは、え、オン、オフの操作だったりとか、まあ、各種スマートライトのですね、え、操作ごとに、こうやって学習リモコンでですね、操作することができます。まあ、やはりですね、こんな感じで、え、たくさんのデバイスをこう、一気に登録できるので、本当に便利でして、さらにはですね、このようなシーンの設定もこう、一発で呼び起こすことができますので、例えば私だったら、こう、リモートワークをね、開始するっていうシーン設定があるんですけど、これを呼び起こしますと、まあ、デスクの照明だったりとか、それからですね、コーヒーメーカーとかもあの、オンにするように設定してたり すすすするんんででででけどもも設定したスマート家電をですねあ一括で呼び起こすなんてこなてともできます、まああとはこういったエアコンのリモコンとかをですねハブ2ですとかハブミニを介して赤外線リモコンあのワンタップでですね、えー、全ボタン登録することができるんですけどもそうするとこのように、えー、まず学習リモコンに登録できましたとなりましたらこちら今オフの状態ですけれどもまあオンにしてそれからですね、えー、温度設定とかも実はですね柔軟に行うことができまして当然ですねこのカスタムボタンを押したりすることによって、えー、この 風量の設定だったりとか、冷暖房のね、設定だったりとか、まあ、家電に合わせた設定を呼び起こすこともできます。もう本当にですね、直感的にかつですね、このディスプレイも非常に見やすいので、様々な家電の操作がですね、このリモコン一つでできてしまうっていうのは本当に便利だなと思います。 そして、えー、先ほどですね、えー、マターに対応しているというお話を最初にしたんですけれども、まあ、これが何かね、えー、もうちょっと詳しくご説明しようと思います。マターっていうのはですね、まあ、あの、簡単に言うとスマート家電の共通企画のことでございまして、これですね、まあ、数年前から対応して、スマート家電を使うのが実はかなり便利になった企画なんですけれども、このマターがね、えー、始まったことによって、様々なブランド、まあ、あの、スイッチボットですとか、フィリップスのフューだったりとか、その他ね、様々こう、スマート家電ブランドが出てきてますけれども、 それらをね一括で操作することができるようになったということで、まあ今回もですね、マター対応の学習リモコンで、もうマター対応の家電であれば、まあ一つのリモコンで操作することができるようになりましたということで、とっても便利になったんですけれども、マターに対応してない赤外線式リモコンとかもあるじゃないですか。それを学習リモコンで操作できるようにするのが、まあ、こちらのマター対応のハブ2ですね。そして、もう一つ、マター対応のハブミニもございます。例えばこのエアコンのリモコン、当然マターに対応してない赤外線式 リモコンなんですけれどもマターに対応しているこちらの h ブ b 2にですねワンタップで登録することによってまた対応の赤外線式リモコンとして扱うことができるようになりましてこちらの h ブ b 2と連動したこの学習リモコンを用いればまた対応の赤外線式リモコンとして学習リモコンでも使うことができますなのであの私のこの後ろにある間接照明実はフィリップスの f u ーを使ってるんですけれどもスイッチボットとはね、えー、異なるスマート家電ブランドじゃないですかなんですけれどもスイッチボットのこの学習リモコンで フューライトをですね、えー、操作することが今できるようになってまして、それは、えー、マターに対応していて、アップルのホームアプリからですね、えー、こちらのフューライトと、それからスイッチボットの製品をですね、操作できるように、こうマターの規格でなっているからなんですね。なので、ちょっと長ったらしく、あの、細かく話しちゃいましたけれども、とにかく、マターに対応していれば、いろんなスマート家電のブランドをですね、えー、一括で操作できるようになりますよと。そして、その操作がですね、この学習リモコン一つで叶いますというのが、今回のすごいポイントです。そして、もう一つ推しポイントなんですけれども、こっち こちらのですねアプリの下の部分に「学習リモコンを探す」というボタンがあるんですけれどもこれを押しますとですね実は このリモコンから、えー、このように音が鳴りますなので学習リモコン一つで操作しているともしですねあのどこに置いたかわかんなくなっちゃったって時に非常に困るじゃないですかその時にですね、えー、学習リモコンを音を鳴らして見つけやすいというのがスマート家電ならではかなと思っておりますまあ、私もあのたまにリモコンねどっかに置いてきちゃったなんてことありましてそういった時もですねまぁ、あ、音を鳴らせば見つけやすいというところで優しい機能がついているなと思ってますそして、えー、バッテリーですけれども、えー、usb c ケーブルで充電するんですが Ah、のバッテリーを備えててまして毎日10分間、この学習リモコンを使うと仮定した場合に、約150日間に1回充電すれば、バッテリーはね、えー、持つようになっておりますので、その点も安心して使っていただけるかなと思います。 とということで今日はですね、まあ、こちらの私大好きスイッチボットから発売された学習リモコンご紹介したんですけれども、まあ、本当にですね最近あの便利な家電増えてますけれども私もそうなんですがやっぱり買うたびにリモコンが増えちゃってですねなかなか操作が面倒くさかったりするわけなんですけれどもまあそういった類をですね一気に解決してくれてかつですね自分で設定したシーン設定とかもこう一発で呼び起こすことができるということでさらにですねスマートな生活を実現してくれるこちらの学習リモコン詳しくはですね是非概要欄からチェックしてみてください そしてですね実は今回スイッチボトさんからクーポンを発行いただいておりましてこちらの情報も概要欄に掲載しておりますのでぜひそちら使ってみてくださいまあ普段はですねこういった家電ですとか便利グッズインテリアなんかの動画アップしてますのでぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いしますそれではお時間ありがとうございました